後藤浅太郎4月16日から1945年8月9日は、日本の明治時代後期から昭和時代前期の言語学者、東京帝国大学講師、日本大学教授、郷は石野を、品通として知られた、愛媛県に生まれた、広島県人、後藤英太郎の次男、1903年、第五高等学校大学予科第一部を卒業、 1907年、東京帝国大学文科大学言語学科を卒業。同年の卒業生には、言語学者の金大一京介がいた。著述業を営み、文部省、台湾総督府、朝鮮総督府職宅。東京帝国大学、東京高等造園学校学講師、日本大学教授、日本庭園協会、東京家庭学院学理事、日本文明協会。 東洋協会各評議員などを務めた。敗戦の年、1945年年8月9日、交通事故で死亡、暗殺されたという説もある。趣味は、品山損水閣案家、書道、品工芸。書家としても活動した。宗教は、臨在宗。住所は、東京市小石川区小日向台町。1914年に分家、東京在籍。 著書、編著は110冊を超える。主な著書に、文字の研究、品風物詩など。大陸へ渡り、当時の中国の風俗や文化を取材しながら、本を何冊も執筆している。中国大陸への関心が高かった当時は広く、読まれた。また、第二次世界大戦前にとどまらず、戦時中も現地順になりすまし、庶民が行くような飯屋に通って、 大衆料理に舌鼓を打ったり、地名の人種との交流を絶やすことはなかった。ありがとうございます。